Nightmare。 今回紹介させていただくのは、皆さんお待ちかね、ファンの方も非常に多いんじゃないでしょうかね、ナイトメアになります。まあ当然のことながら、ナイトメア、ソウルキャリバーの中では、まあ、光と闇の闇の部分を象徴する、重要なキャラクターになります。当然のことながら持っている武器はソウルエッジ。彼がですね、まあ、今回の劇中の中でどんな動き、活躍をするのか、ぜひ皆さん楽しみに待ってください。で、実は私も今回のナイトメア大好きなんですけど、まあ、クリティカルエッジ、超筆ですね、今回の超筆が、まあ、本当プロデューサーの立場からすると、もうやめてくれぐらい、やめてくれっていうぐらい、めちゃくちゃこだわって作ってまして、とにかく見てもらえば分かるんですけれども、むちゃくちゃかっこいい仕上がりになってます。ぜひ皆さんもですね、手に取ってプレイしてもらえればなと思います。 The Legend Will Never Die。